コルクの今泉大輝です。今日はコルクから発売されたフラッグシップのワークステーションノーチラスの紹介をしたいと思います。今私が弾いているのは88弦のキーボードなんですけども、ピアノタッチになっています。で、他には73弦と61弦がありまして、そちらはライトタッチで、こちらサイドパネルはですね、ピアノ弾くにちょうど良さそうな木製のサイドパネルがあるんですけども、他の2機種はもうちょっと先進的なデザインを備えていますので、ぜひホームページでチェックしてみてください。パネル上は今までのフラッグシップのワークステーションに比べて非常にシンプルになっています。こちらに音色を変更できるノブが6つ並んでいますけれども、これはなんと押したり出したりすることができるんですね。演奏中のトラブル防止などにも使えますし、このノブを触りたいという目印にもなるようになっています。あとスイッチ上ではエフェクトを瞬時にオフにする機能であるとか、トランスポーズ機能を便利に使うことができると思います。演奏の時のダイナミクスを自由に変更することができるダイナミクスノブを備えています。で、さらに音色のモードが今までプログラムやらコンビネーションとか、あるいはシーケンスモードなどがありましたけれども、それの専用のボタンは廃止されています。代わりにユーザーさんの方で自由に機能をアサインできるクイックアクセスボタンというのを新設しました。例えばこの状態ですと、今 A を押しますと好きな音色をセットしておけるセットリストモード、 B ですとプログラムモード、 C ですとコンビネーションモード、 D ですとシーケンサーモード、 C でシーケンスのプレイボタン、F でレコーディングモードのようにアサインできます。ユーザーさんの方で自由にアサインしてみてください。ノーチラスには音色ごとに専用の9エンジンを搭載しています。それでは一つ一つ見ていきましょう。最初のエンジンはコルクのヴィンテージシンセであるポリシックスのサウンドエンジンです。はい、次はこちらもコルクのヴィンテージシンセのモデリングですね、 MS20 の音色です。3つ目は AL1 です。アナログのストラクチャーをベースに非常に高精度な計算を行ったモデルになります。この高域まで伸びている感じというのは非常に AL1 特徴のものになります。4つ目は VPM 音源です。まあ、FM ですね。5つ目はプラクドモデルの STR-1 です。物理シミュレーションになりますので、弦を実際にミュートしている様子が計算で再現されています。画面上の XY コントローラーも使うことができます。次は6つ目のサウンドエンジン、トーンホイールシミュレーションしました CX3 のエンジンです。モデリングですので、ドローバーのレベルをコントロールすることができます。7つ目は PCM を使った汎用的な音源 HD-1 です。
8つ目はアコースティックピアノ用の専用音源 SGX2 です。でこちら新規音源な、新規の音色になるんですけども、2つの要素がありまして、1つ目はドライの音色の音、ドライのマイクの音ですね。でもう1つはレコーディングスタジオで、アンビエンスの音だけを拾った音、テープになります。ドライだけにすると新しいユーザーインターフェースによってこのパネル上でエディットしている音が分かりますけども、アンビエンスの音を上げています。試しにドライも切っていますね。ちなみにこのノブと連動しています。何メートルも離れたところのマイクだけの音を聞いている状態になります。もう一回ドライを上げてみますね。そして9つ目の音源としてはエレクトリックピアノの専用音源 EP1 です。今回新しいモデルを追加しています。マーク1のアーリータイプといいまして、もともとコルグの方ではですね、マーク1のレートタイプというのがいたんですけれども、ちなみにこういう音ですけどね。今回のアーリータイプはこういうちょっとアーシーな音になってるんですね。ますます表現に磨きがかかったかなという感じですけども、ちなみに、マーク2、マーク5、ちょっと尖った音ですけど、大の、こうしたベーシックな音に加えて、とてもユニークな音色をたくさん追加しているので、いくつか聞いてみましょう。これは、プリペアドピアノというんですけれども、ゴムを弦に挟み込んで、減衰させたような音を作っているんですね。ピアノ上で音を作っているんです。そういった音がたくさんバリエーションで入っていますので、ちょっといくつか聞いてみますね。フェルトを挟み込んだもの、スクリュー、スクリューにワッシャーが加わったような音、ボルト、消しゴム、コイン、紙、ペーパーなどなど、他にもたくさん入っていますので試してみてください。次にファウンドパーカッションというものを紹介します。ファウンドパーカッションというのは、身の回りにあるものを叩いたりこすったりして新しいパーカッションを見つけてみようという、そういうものなんですけれども、こちらはキッチンにあるいろいろな用品を叩いたものですね。
聞き覚えのある音色がたくさんあると思いますけど、ドラムパターンにしてみます。次にガーデンキット、次にガレージキット、SFX キット、従来もあったドラムトラックなんですけども、4つのシーンを今回新規に搭載しています。次にトイキットです。あとシンセサイザー単体で作るのはとても難しいシネマ系のエフェクトっていうのも多数収録しています。デモ曲制作等で非常に重宝するフレーズを多数収録しています。そのフレーズというのは実際に演奏したそのフレーズをですね、プロセスして搭載しています。ですのでテンポも変更可能です。こういうギター系のフレーズっていうのはなかなか打ち込むの大変なので、とても重宝すると思います。はい、駆け足でいくつか音色を紹介してきましたけれども、他にも山ほど音色ありますので、ぜひノーチラス実況を触ってみてください。